ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきです。本日は奈良市大宮町にございます分譲マンションの賃貸貸しのお部屋、東急ドエル奈良パークビレッジにお邪魔しております。で早速こちらのゆったりとした玄関からご紹介いたします。でシューズボックスがあらかじめ備え付けとなった玄関となってまして、入りました左手ですね、水回りがございます。まず洗面スペースがございまして、室内の洗濯機置き場がありますね。非常にねゆったりとした脱衣スペースとなりますね。でその隣が、綺麗なお風呂となっております。でこちら、向かい側の方が洋式のお手洗いですね。ウォシュレットの方もしっかりついております。はい、そして廊下挟みまして、向かい側にまず一つ目の洋室部分となっております。その上でちょっとしたねこういった収納スペースがございます。はい、そして廊下に戻りまして、廊下の方にもこういったね小分けで収納できるスペースがございます。で反対側の方にもございますが、こちらの方にはハンガーパイプがしっかりと通っております。日用品のねストックなんか収納していただくのに便利ですね。はい、そしてこちらですね、リビングとキッチンのスペースとなります。まず左手のキッチンですね、かなりゆったりとしたキッチンスペースとなっております。まあ、調理スペースでしたりシンクもねゆったりします。調理の収納も充実ですね。でキッチン後ろのスペースもこのような広々と使っていただけます。リビングの方もねこういった形で、まあ、絨毯を敷いていただいておりますので、まあ、防音性にもね非常に優れております。でバルコニーがこちらですね、南向きのバルコニーとなっております。まあ、分譲マンションということで非常に、ね、ゆったりとした作りとなっておりますね。はい、でリビングの隣に和室が2部屋ございます。まずこちらが約6畳ほどの和室のスペースとなってまして、続けてこちらが4畳半ほどのスペースになっております。こちらはですね、壁一面が押し入れの収納になっておりますので、お布団などはねこちらにどさっと収納していただけます。はい、立地面としましては JR 奈良駅、また近鉄の新大宮駅まで徒歩で行ける好立地な物件となっております。近くには小学校もございますので、ファミリーさんにはぜひねお勧めできる物件です。詳しくは賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。